もう本当にすごく無料の授業がいっぱいあります。反省さあ、それでは次のコンシェルジュさんに行こうと思います。ヘッドホン装着完了でございましょうか。よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。おしゃれ帽子が、おしゃれ帽子が取れちゃいました。おはようございます。おはようございます。はい、50代からの夢実現プロデューサーの高翔でございます。高翔さんです。はい、よろしくお願いします。はい、第1の金曜日の方で、はい、高翔流生き方のヒントということでコーナーを担当させていただいておりますので、まあ、今日もそんなヒントになるようなお話ということでさせていただけたらと思います。はい、いつか大人になったら、もう大人なんだけどね、大人になったら参考にしないと覚えとかなきゃと思うことがいっぱいでございます。はい、今日はですね、はい、まあ、ちょっと質問ですけども、はい、目的持ってますか？目的持たなきゃいけないと今そう、もうね、今日本当ダメダメっぷりがもう露呈してます私。まあでも目的ってあまり聞かれませんよね。普通目標とか夢とかありますかって聞かれるけど、目的ありますかってなかなか普通聞かれないと思うんですよね。確かに、あ、そう言われてみればそうですね。ですんで、例えば自己実現っていうんでしょうかね、まあ、する上で目標設定とか、あの夢とかって、これ原動力になってくるので、まあ、大変重要なことだと思うんですよ。はいはい、ですけど、なんていうんですかね、その目標とか夢とかって、うん、その掲げてそれに向かっていくってすごく大事だけれども、はい、それ達成できなかった時ってどうです？落ち込む。ですよね。悲しくなる。これってダメなんじゃないかなとかね、結構ダメージありますよね。はい、すごくあります。まあ、まあ、そうは言っても必要なものではあるんだけれども、ある意味そのモロハの剣と言いますかね。確かに、ダメだった時は結構怖い。そうですよね。あの、そのしっかりと持ってただけに、持ってれば持ってるほどダメだった時のダメージってすごく大きいじゃないですか。大きいです。だからその目標、目的、夢、まあ、これと、あの目標とかと一緒にその目的も持つようにするっていうことなんですけれども、まあ、何が違うのっていう感じだけれども、 すごくその言葉は似てますもんね。到達地点ではなくって、そこに行く過程でこう取っていく行動に対して、その目的を持つ。例えば、今度の日曜日は家族と一緒に遊園地に行くぞっていうのは、はい、あの目的になってくるんですよね。目的になる、はい、その行動自体というのは、例えば目標地点があって、東京ディズニーランドに到達するのは目標かもしれないけれども、そこを家族と一緒に時間を過ごすというのは目的になってくるので、例えばその目標と同時に目的があれば、はい、その達成されたとかされないとかっていうそういう基準ではなくって、はい、仮に達成がされなかったとしても目的に沿った行動をしていると充実感、満足感が得られるっていうことなんですよ。なるほどね。ちょっと分かりづらいでしょうかね。目的の方がもうちょっとこう具体的というか、今することとかこの次にやることとかっていうイメージ。そうですね、やること自体の意味付けというんでしょうかね、何のためにそれをするのか、そうですね、って考えながらするってことですね。そうするとそのこと自体、やってること自体に、意味があるわけで、そのやっていることで充実感も得られるし満足感も得られるし、だからそれが達成度とかということではなくって、その取り組んでいることでもって、すごく充実した気持ちが得られる。無目的にね、あのただただ強制されて、自分があの目的でもないのに、はい、あのこれをやれと言われてても、なんか全然自分の中で達成感って得られませんよね。確かに。ですので、その
目標夢と一緒に目的を持って行動をしていったら、はい、より充実した時間が過ごせて積み重なっていい人生ができるんじゃないかなというそんなお話です。はい、なるほど、すごくわかりました、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ目的を持って行動してみてください。はい、ありがとうございます。はい、ご賞賛でございました。はいはい、どうもありがとうございました。なるほどね、ご賞賛